今日はですね、新しいブランドオーペックのギターデザイナーである田辺さんにお越しいただいてお話をお伺いします。田辺さんよろしくお願いします。今日よろしくお願いします。まあ、新しいブランドをご存じない方もいらっしゃるかと思いますけど、はい、あのオーペックというブランドですけど、まあ、どういったコンセプトというかその辺からお伺いしようかなと。そうですね、はい、ブランドオーペックのブランド立ち上げについては2019年の5月、に立ち上げまして、はい、商品コンセプトとしてはやっぱり世の中にない面白いもの、うん、弾いてて楽しいもの、また他にいないものというものをちょっと作ろうと思ってまずギターから始めてみました。なんかいろいろあれですね、あのホームページ拝見するとこうアパレルとかいろんなものをこう、そうですね、まあ一つ、まあ、メインはあのエレキギターの商売なんですけれども、やはりまあそのおしゃれなものというところで、うん、まあ、このキャップであったりとかですね、このワオバーカインドっていう T シャツとかあるんですけ ど、まあこういう T シャツいろいろとちょっと作ったりして、まあ、ギターだけにとらわれず、まあ、皆さんが面白いかっこいいと思えるものをちょっと作ってみようということで、はい、ちょっといろいろやっております。工場は東京、工房は一応東京にありまして、はい、実際のところあの生産は長野でやっております。なるほど、はい、一応弊社 このスタッフ3人今おりまして、うん、まあ、プロデューサーの畠山、うん、あとデザイナーの私、うん、であとマスタービルダーの板坂という人で、うん、3人体制で一応このギター回してまして、はいはい、で一応生産は長野の方で、うん、板坂がいて、まあ、監修監督しながらちょっとギターを作っているという形で。じゃあ割ともう少人数で作られてて、もう最初から最後まで目が届くっていう、まあ、マスタービルダー的な目のちゃんと行き届くっていう、そうですね、作り方をされてるってことですね。板坂がメインで監修はしてるんですけど、一応長野の方にうちのサポートスタッフというか、うん、お世話になってるスタッフが2名いまして、その方もちょっとこのギター作りちょっと携わって、うん、まあ、板坂が監修しながらちょっとやってるというところで、はい、本当に少数で回してるこの、まあ、ハイエンドギター、ハイエンドネオビザールと呼んでるんですけど、はい、まあ、ネオビザールギターという形で、まあ、世界にちょっと、はい、販売させていただいております、うん、まあ、世界中 の、 そのギターエレキギター の、 そのいいところをこう、いろいろこう取って、ね、で、ね、歴史的にもこう50年代からのいいところを取り込んで、まあ、なんていうかな、ギターの美味しいところをてんこ盛りというか、いらないところを削って、いいところをもう固めたっていうような、そんな感じですかね。そうですね、はい、まあ、時代の流れといいますか、もうギターもね100年以上歴史がある中で、いろいろリスペクトするギター名が山ほどあると思うんですけど、うん、過去にもういろんなモデルを生産してきて、うん、でまあ、自分の中でも私も昔ちょっと某、ギター工房で8年以上ちょっと海外営業と、うん、まあ、そういう開発に携わったことがありまして、まあ、そういう中で、まあ、今自分が作るとなった時に、うん、まあ、もう同じものは作りたくないなと、うん、で、まあ、他社と同じものを作っても、まあ、他社じゃあその他社のものを買えばいいじゃないっていうふうになっちゃいますので、うん、まあ、そういう時にこの今の時代でこの情報がいっぱいある中で、うん、やはりこれ見た時になんだこりゃっていうのを出した方が、やはりお客さんも、まあ、面白いと思っていただけると思いましてですね、はいはい、それでちょっとこういうのを作ってみました。なかなか私ねこの間実はこちらの、トレイルブレーカーのマーク1のですね、はい、商品画像を撮るという仕事をしたんですけど、触ってみてですね、パッと見やっぱりこう往年の懐かしいこうビザール系のスタイルだなっていうのをねお見受けして、ビザール系のギターってあんまり音がおよろしくないギターそうですね、実は私も、ビザールギターを結構持ってまして、昔の国産の60年代、70年代の、まあ、ビザールを結構集めた時期もあったんですけども、やはり、まあ、ネックが結構しっかりしなかったりとか、まあ、ピックアップが面白くも、まあ、ゴールドフォイルとか、そういうちょっと珍しいピックアップとか、まあ、ブリッジもすごい面白いブリッジが乗っててですね、まあ、あれあれまたあれにしか出ない音で僕は非常にそうですね、やっぱり好きなんですけど、まあ、よくも悪くもちょっとチープさが、はい、いい音になったりとかする中で、まあ、私の方で先ほどちょっと申し上げたまあ、面白いものっていう時に、まあ、他につかないものと考えていれば自分たちの日本人として昔ちょっと作られてきた60年、うん、70年代のビザールギターをもう一回ちょっと原点回帰というか、戻した時にやっぱここがちょっと不十分だ、こういうとこが不十分だっていうところを一つ一つピックアップして、だったらこうしようこうしようっていうのをちょっとこのギターに詰め込んでみたという経緯がちょっとありました。まあ、やっぱり手に取って見てみますとやっぱり馴染みやすいですよね。まあ、ちょっと海外も含めてなんですけど、やはりまあこのコンセプト面白さの一つとしてですね、やはりその
まあ、ちょっと体が小さい方、まあ、特にあのアジア人の方ちょっと、あのそういう方も多いと思うんですけども、まあ、そういう方にもパッと思った時、あと最近の女性ギタリストの方がちょっと増えてきてる、世界的に増えてきてる傾向もあって、やはりそういう方がでかいギターを持ってうわってなるよりかは、まあ、こういうちっちゃいギターを持って自分の体にフィットして、まあ、かわいいおしゃれかっこいいっていうところで、なんか、そういうところでちょっといろいろとちょっとデザインも小ぶりにしたりとかちょっとしてみました。まあ、あのやっぱりあの細かいところをね、あの拝見してますと、使う人の立場に立ったこうアイデアがいろいろ盛り込まれてるかと思うんですけど、まあ普通こういう時ってあのどこが一番ポイントですかってんで聞くんですけど、あの一番がいっぱいありますね。そうですね、一番がいっぱい結構こだわりが詰まったギターでして、まあまずこのパーツ関係とかも、まあこういうのも多分見たことないピックアップ、なんじゃこりゃっていうピックアップだと思うんですけども、まあそちらちょっとくすんだヴィンテージライクなものなんですけど、まあこういうところもやはり海外、まあアメリカ、等々ですね、まあ海外の工房さんのところをちょっといろいろとネットとか、まあいろいろとつながり、過去のつながりで、そういう連絡を取り合いましてですね、まあこういうものが欲しいというちょっと要望に無茶ぶりにちょっと答えてもらって、ちょっと開発してもらったとか、そういうちょっと経緯があるパーツ詰め込んだりしてます。あのボディシェイプとネックのそのマテリアルはあの基本のものがあって、その他は割とあのオーダーができるっていう感じなんですかね。あのそうですね、ワンオフ基本で作られるということですけども。そうですね、もともと出始めの時は、まあ、カラーちょこちょこやっていこうかなっていう形で決めてたんですけれども、やはりそのお客様から、まあ、いろんなカラーが欲しいと、まあ、シェルピンクだ何カラーが欲しいという要望がありましたので、まあ、やはりそのお客様ご要望にやっぱりお答えするというのがちょっと今の、まあ、この時代のそのなんですかね、まあ、流れというか、とこなので、まあ、数量はかなり限定、生産数は限定されてるんですけれども、やはりそういうところはオプションとして我々もお客様にできる限りお答えできるようにしようと思いまして、まあちょっと今年の夏ぐらいからカスタムオーダーできるようなシステムを考えております。だからあの全体的にこうなんかあのね、独特なデザインっていうところで立ち上げられたかとお見受けするんですけど、まあ一つ一つ例えば4対2 の, あのペグレイアウトだとか、あとこういうあのスイッチングのところとか、あのまあブリッジの工夫とかって、あの単に木をてらっただけじゃなくて、ちゃんとあの技術的な裏打ちがあって、それぞれなんかあのなんていうかな、あなるほどねっていうことがね感じられるんですよね。そうですね、やはり一個一個、まあ、ピックアップもそうですけど、何回 もうトライアルして、いろんなピックアップ試しさせていただいて、まあ、このピックアップにたどり着いたりとかですね、まあ、ブリッジも、まあ、他社の場合、まあ、特に安いものの場合やっぱ弦落ちをチョークアップしたら弦落ちしてしまうと、こういう、オフセットのギターのボディのやつですね、そういうところでもこの改善されたブリッジを使ったり、まあこのテールピースというか、まあ、トレモに関してもやっぱテンション感っていうところをやっぱ独特なものにしたいということで、ちょっとまあちゃんとテンションかかったようなオリジナルの、トレモロをちょっと工房に作ってもらってやったりとか、そういうちょっといろんな本当にこだわりが困っているものですね。そうですね、やはりあのなんていうかな、あの往年 の, あの某、ね、ブランドのやっぱりオフセットシェイプ の, あの、ミディアムスケールのギターっていうのを、そうですね、ちょっとあの J とかいうギターとかって、あの割とこうスパイラルのブリッジで、あのこのフローティングの、ね、ブリッジ、あのやっぱりチューニングが狂いやすかったりとか、あの弦がここ外れちゃったりとかあって、やっぱりこの片側6連っていうテンションもちょっとどうなのよみたいな感じあったんですけど、この4対2 の, その、ペグのレイアウトと、あとこれ角度ついてるじゃないですか。そうですね、その角度とやっぱりこのテンションを稼ぐためのこのブリッジのね、テールピースのところのあたりの工夫とか、このマスターリーブリッジ の, この質量の多いやつ、これ使われてるだけでなんかもうこのギターってなんかいやすっごい 奥深いなっていう、ね、ちょっとマニアックなギターに入ってしまったところはあるんですけど、まあメカメカ、よく言われるメカメカしいギターになってしまったところですね。もうよくそ の, あの本当はもうこんだけ頑張っちゃうと、それをなんか全面にアピールしちゃうもんなんですけど、なかなかこうさりげなくあの、ね、配置してなんか心にくいなっていう感じですけどね。あの昔、僕なんか昔から の, あのタイプのギター弾きなんで、あのスイッチ2つ3つあるともうパニックになっちゃうんですよ。そうですねこれってミニスイッチあるだけでえっていう あれがあるんですけど、このミニスイッチがね、実にこう分かりやすいっていうか、そうですね、もう本当に
あのこれオフにしとけばもう単なるあの通ハムとして使ってて、そうですね、で真ん中のスイッチ、真ん中のピックアップどうすんのよっていうのをこれで選べばいいっていう、そうですね、そんだけあの回路をパッとやってしまえば、なんかこうライブとかでも、そうですね、切り替えて使えるってことですね、はい、本当にこのミニスイッチ、まあ、3ウェイなんですけど、本当にあの直感的というか、まあ、本当にこのセンターシングルのためだけのスイッチと言って過言でないんですけども、うん、そうですね、はい、あの他社のブランドさんとか、まあ、あのよくあるのはやっぱミドルはいらないよとか、うん、まあ、そういう方が結構多かったりするんですけど、うん、まあ、このギターに関しては本当にこのミドルピックアップの重要性もこのギターに関して、これを使うことによっていろんな音の切り替えとか、いろんな音の本当にバリエーションが本当に組み替えられるというのを、ちょっと重要性もこのギターでまあ、ご理解いただきたいと思いますね、はい、うん、まあ、あのパーツのこだわりかなりですけれども、まあ、あの大事なのはね、やっぱり木 の、 あのコンストラクションとかだと思うんですけど、ええ、これもなかなかあのかなり凝った作り、そうですね、まあ、ボディはアルダー材で、ネックは、メープルとウォルナットの5プライといって、まあ、あの指板の方とか、まあまあ、あのローズウッドとメープルとかなんですけれども、まあ、特にネック材のこの5プライに関してはやはり耐久性と、あとネックの反りが大きく狂わないっていうところも含めてこういうプライ構造にしまして、そうですね、これはやっぱりあの、まあ、なりはワンピースの方がいいんだよなんていう人いますけど、やっぱりあの長年やっぱりワンピースで狂っちゃう場合もありますから ね、 そうですね、やっぱこうあのこんだけプライあるとかなりもうねじれとか反りにはやっぱり強いだろうなっていうね、そうですね、まあ、年数経ってみないと分かんないことかもしれないですけど、だいぶ差が出てくると思いますね、うん、まあ、多少やっぱり木材なので木は動くので、まあ、ネックも動かないとは言い切れないんですけれども、うん、やはりそのワンプライでずっとそういう湿気が多い時に置いていく場合のその動きっていうのはかなり抑えられてると思いますね、うん、でまだまだちょっと機能が、1個ありましてですね、こちらのトーンポットなんですけれども、実はプッシュプルになっております。これはモーダさんの方にも、ついてまして、これは全部のモデルに標準搭載されてます。これ何かというとですね、パッシブキャパシターフィルターという、仕組みになってまして、このフロントとリアの、まあ、ハンバーカー構造のもの、の、出力を 20% か 30%、中に抵抗器が入ってまして減らすような機能になってます、うん、なのでコイルタップとはまたちょっと違う機能になってまして、普通あれですよね、これあのコイルタップっていうとあのハンバーカーをシングルにしたりとか、そうですね、だと思います。これ違うんですよね。そうです、あの私もそのいろいろな他社のブランド持っててコイルタップコイルタップといって、うん、シングルのとかするって思って弾いてみるんですけど、はい、なんかしょぼいさっきのフェーズみたいな音がしたなというのがあってですね、はい、そういうのでちょっとこれはあかんと、で限りなくこのハンバーカー、特にハンバーカーの音に対して、うん、シングルコイルに近い、音に近づけばどうすればいいと、うん、考えた時にじゃあ抵抗を入れちゃえと、中に抵抗を入れて出力を下げることで、ハムのその広がりを、シングルっぽくキュッと抑えてあげるような、仕組みをちょっと詰め込んでみました。でちょっとこちらも音出しをちょっとしてみましょう。で今こちらがオフの状態で上げます。こちらがオンの状態こういう形でちょっと出力を下げることによって、そのハンバーカーのボワーンという良くも悪くも、広がりのある温かみのある音がちょっとキュッと、出力が下がることで締まる音になります、うんうん、これあのあれですね、ギターボーカルの人なんかもいいですよね、このパッと。そうですね、あとは、まあ、あのブースター的に逆に常に、オンにして弾きながら、実際ちょっとギターソロとか、弾くときにこれをポンと逆に通常の状態に戻してあげることでブースター的な使い方もできると思いますね。まあ、ライブとかでもこう触っちゃわないところにそうですね、なので常時オンにしても全然カチ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 弾けますので、そういうちょっと使い方も、はい、このギターではできると思います。なんか全体的にはやっぱりあのローノイズですよね。そうですね、そこはあのもうオーペックのもうコンセプトでもあるんですけど、うん、とにかくノイズは減らすと、はい、まあ、それはあの、パソコンで収録される時もそうなんですけど、ノイズは天敵だと思いますので、はい、とにかくノイズを最大限減らして、はい、その中で気持ちいいサウンドを見つけていただけるっていうギターをちょっとこう、はい、あの提案させていただきました。
でこの極めてあの個性的なあのオーペグのギターですけれども、なんかあの今度オーダーを受け付けるということで今日お持ちいただいてますけど、ちょっとお話をお伺いしたいんですけども。あ、はい、カスタムオーダーなんですけれども、7月の中旬頃から、受付を日本、まあ、世界一斉受付をちょっと予定しておりまして、一応今日、うちからお持ちしたちょっとギターなんですけれども、まあ、今モーダさんがお持ちしているギターとまたちょっとスペックがいろいろと違ってるなというところでちょっとご説明をさせていただきたいと思っております。はい、まずオーダー、まあ、ボディとかネックがオーダーできるっていうことではないんですよね。あ、そうですね、はい、オーダーできるところはどのあたりなんでしょうか。はい、まずは、この指板材、になります。指板材が、ローズ と、メープル材から選べます。またペグ、後ろのペグなんですけど今ロック式でありまして、モーダさんが持ちのやつは多分普通の、ハップと呼ばれる、はい、まあ、ロック式じゃないものなんですけど、はい、こちらの2種類から選べます。ピックアップのレイアウトに関しまして、P90 シングルハンバッカーありまして、今モーダさんが持ちなのはハムシングルハンバッカーであります。この、メーカー、ピックアップのブランドはあのオーダーが、一社だけに、今ちょっと一社だけになります。アメリカのノースカイロライナ州にあります、マグニートデザインラボラトリーというところがありまして、はい、そちらの、全てハンドワイヤードの、ちょっとエイジドタイプの、まあ、いろんなタイプのピックアップがレイアウトされてるんで、そこから選べるという、そういうことです。はい、はい、でまたブリッジなんですけれども、こちらは、ちょっと今モーダさんの持ち出したマスタリーブリッジなんですけど、ちょっとそちらがちょっと、弊社の方でちょっと入手ができなくなりまして、で今後ただ、こちらのギリシア製の、はい、ハロンギターパーツというところの、まあ、工房があるんですけども、多分日本では誰も多分まだ見たことがないブランドなんですけど、ね、はい、こちらの、まあ、オフセットブリッジになりますと。で基本構造は、マスタリーとちょっと見た目はちょっと違うんですけども、構造はほとんど変わらなくて、まあ2つの弦が1個のサドルに乗ってるっていう、まあ、3点構造なんですけども、まあ、これ結構興味ありますね、はい、これあの僕も見たことないですけど、はい、かなり駒の質量も大きそうで、そうですね、そうですね、マスタリーに比べると大きい感じで、1060番っていうちょっとアロイの、スティーを使ってるんですけれども、うん、まあ、非常にちょっとブライトな音で重心も結構、ミッドに寄ってるサウンドなので、まあ、こういうところでは、弦落ちもしないですし、非常におすすめなブリッジかなというところで、これも、うちので探してきてちょっと作ってもらいました。はい、このテールピースのところ非常に興味湧きますね。あ、そうですね、これはうちでオリジナルで作ったものでして、もともとそのニューヨークにあるデッセンダントというビブラートトレモロをメインで使ってたんですけれども、まあ、海外のお客様お店の方からもですね、もうトレモロはいらないと、うん、まあ、特にロック系のミュージシャン、等々がですね、もうトレモロ使わないでガンガン弾きたいという方が、ちょっとこちらの、プレート、まあ、そのハードテールブリトレプレートが欲しいということでちょっと作って、うん、搭載してみました。なるほど、これ弦はトップローディングというか、そうですね、裏通しじゃなくて表から通して、まあ、結構角度がありますから、これテンションも結構稼げるんですかね。そうですね、そちらに比べるとだいぶテンション感はきつめにできます、うん、でどっちかっていうとなんかね、まあ、ジャジャ馬なりというか、うん、ちょっとジャキジャキなサウンドになってくると思いますね。でこちらもビブラートと、プレートハードテールプレートでお客様によってオプションで選ぶことが可能になってます。オプションの受付は7月の中旬ぐらい、そうですね、ということで、はい、もう受付ができる時期、そうですね。であとちょっと申し遅れたんですけど、まあ、カラー色、塗装も24種類の中から選べまして、はい、かなり、いろんなバリエーションから選ぶことができますと。じゃあ、まあ、これは色はスパークルの入った、そうですね、ブルースパークル、赤ブルースパークルと呼ばれるものなんですけど、まあ、スパークルの場合ちょっとエキストラコストがかかってしまうんですが、うん、基本、潰しのカラー、うん、等々は、オプションゼロで、うん、24種類の中から選んでいくことが可能になっています。であとピックガード材も、数種類の中から、今本田さんもちろん別光ですかね、別光とか、まあ、ホワイトパールとか白黒いろんなカラーから選べることができます。であと真ん中にある、このピックアップのカラー、ちょっとこちらの特注なんですけども、うん、こちらも白黒を選べたり、まあ、ボタンのカラーも
白黒等々選ぶことができたりとかですね、あと、まあ、今モーダさんのギターには搭載されてないんですけれども、こちらのフェーズのオンオフスイッチ、これちょっと、ちょっと真ん中のセンターにした時に音が出るんですけど、まあ、シングルピックアップがミックスされた状態でオンになりますと。ちょっと音を出してみますけども、はい、まあ、これは、通常のという形で、それを、こちらとこちらこちらとこちらで、ミックスされた状態で使えるようになりますので、こちらもオプションで、まあ、選ぶことができます。でも エレキギターの出せる音で出ない音はないみたいな感じのそうですね、スイッチングになりますかね。そうですね、本当にそのレコー特にレコーディングとかでちょっとこんな面白い音が欲しいなとか、さっき そのフェーズのケロケロっとした音が欲しいなっていう時とか、まあ、トーンもいろいろ絞ったりとできますので、うん、本当にそういうところで本当にそのお客様に その好みに合わせて多種多様な使い方ができるかなと思いますね。じゃあなんか仕事とかで道具として1本持ってくって言ったら、これ1本持ってってちょっともうちょっとこういう音出してくんないなんて言われた時はもうじゃあこれでとか。そうですね、やっぱりアンプによってもいろんな場所によってやっぱり、うん、よし悪しというのはあります、うん、同じものでもあると思うんですけど、そういう時にもこのギター持っててトーンとかこういうとこちょっとうまく調節することで、うん、ちょっとしたバランスサウンドバランスをギターで整えることができるというか、はい、いちいちエフェクターでこう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 ってやってるかも、うん、パッと渡されてパッとアンプつないで、うん、パッとする時に、うん、もうギターとアントアンプだけでサウンドを本当に調整することができるかなと思ってますね、はい、特にこのピックアップに関してなんですけども、うん、まあ、良くも悪くもなんですけど、結構歪み系の昔のオンのアンプつないでいくと、うん、あんまりそこまでその最近の、まあ、なんですかね、歪みのドシャーンっていうような音は残念ながらなかなか出せないピックアップになってるんですね。ただ逆にそのエフェクター乗りというものは非常に多分これ相性が抜群でして、はい、まあ、そういう部分での相性が良いにこのピックアップもちょっと開発してあるというところはありますね、はい、まあ、サウンド的にはかなり裏打ちのある作り方をね、していただけるブランドかと見受けしてますので、はい、この動画をご覧いただいてですね、自分だったらこうしたいっていうご希望あればですね、お気軽にご相談ください、当店でもオーダー受け付けますので、一緒にいいギター作っていきましょう、今日はオーペックの田辺さんにおいでいただきましてお話をお伺いいたしました。どうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。